2020年以降の経済財政構想、商委員会は、多様な生き方、働き方の観点から、自助の支援を基本とした、社会保障制度改革などを提言している、自民党の若手議員を中心に構成された、財政再建特命委員会参加の商委員会で、ある。本校では後に発足した、人生100年時代の制度設計特命委員会についても扱う。 2015年12月、政府の2015年度補正予算案に低所得の高齢者に1人当たり3万円を支給する臨時給付金が計上されたことについて、少子化対策が大事と言いながら、高齢者向けの政策が優遇されすぎではないかと、小泉慎次郎、村井秀樹、小林文明若手議員から指摘が相次いだのがきっかけとなり、翌年の2月、 小泉を中心として発足した。自民党、公明党、旧民主党の3党合意で取り決められた社会保障と税の一体改革の改革工程表は2020年までだが、この勝利ではその先の2020年以降を見据えた人口減少や高齢化に対応する社会増や年金や医療介護などの社会保障制度改革の提言を行っている。 党内の政策の立案などを行う部会は、農業なら農林部会、厚生労働なら厚労部会など、それぞれ専門化しているが、この省異では、まずはどういう社会像を示すかという総論から入り、メンバーでビジョンの共有を行った後で各論に入っている。また、ほとんどの会議では、会議の資料説明に時間を取られ、議論する時間が短くなりがちだが、 事前に資料を読んできてもらうことで、すぐに議論始めることができて、効率的であるとメンバーは語っている。小泉は提言を通じて、将来の社会保障について、国民全体で考えるきっかけを作っていきたいと述べている。2017年4月、将位の提案の具体的な検討に向けて、人生100年時代の制度設計特命委員会が発足した。委員長は、 モテギとしみつ政調会長。日本の人口構造の推移と見通し、全体の人口減少と同時に65歳以上の人口の割合が上昇する。2016年4月、将来の社会像、レールからの解放を発表。戦後の経済成長を支えた、20年学び、40年働き、20年老後を過ごすといった、新卒一括採用や、 終身雇用による生活保障やそれに基づいて設計された国民皆保険、海年金などの確一的な日本型経済モデルを第一創業期と位置づけ、それらが加速度的に進む人口減少と高齢化の中では通用しないとし、これからの人口減少や高齢化を逆に強みに変える新しい経済社会像第二創業期が必要と主張。 第2創業期では人工知能やロボットなどの革新的な技術を経済成長に活用、また65歳を超えても働く意欲のある高齢者や仕事と子育てを両立する女性、転職や学び直しなど年齢や性別等に関係なく、それぞれの価値観とタイミングで自分の人生を選択できる社会を創造。加えて現在の日本の社会保障は、 高齢者に給付が中心で、負担は現役世代がしているが、高齢化が進むとさらに偏りが大きくなるとして、年齢ではなく、所得や資産に応じた全世代型の給付、負担で、社会保障の基本である、本当に助けが必要な人を社会全体が支える仕組みに転換すべきであるとの総論をまとめた。同年5月、厚労省の予算規模が国際費を除く、 一般会計支出の4割以上を占め、また国会での厚労大臣の答弁回数や厚労委員会での審議時間も他と比べて突出して多いなど、業務の肥大化が顕著である点を挙げ、そして厚労省の業務が、例えばアメリカでは社会保障、年金、労働政策の3つの省庁に分類されているなどの諸外国の事例を参考に、 今後の社会の構造変化に対応するためとして、厚労省の再編案を示した。案では2から3の分割、新省設置や二大人制の検討を提示。同年10月、レールからの解放を具体化した提言を発表。2017年3月発表。待機児童問題や、金銭的な理由で、幼児教育、保育を受けられないという不安から子供を持たないという、 選択をするなど少子化で社会保障の将来的な担い手が減ることは社会保障制度の持続可能性を脅かす恐れがあり日本社会にとって大きな損失であるそうした問題を社会全体のリスクと捉え全世代型社会保険の第一歩として子どもが必要な保育教育などを受けられないリスクを社会全体で支える子ども保険の創設 具体的には、年金、医療、介護、雇用の社会保険料に加え、当初は勤労者と事業者のそれぞれから保険料率0.1%で、約3400億円の財源を確保し、月5000円の児童手当の加算やバウチャーの配布などで、幼児教育、保育の負担軽減や、保育所等の受け皿拡大で、待機児童ゼロの実現。将来的には0.5%に拡大で、 1> 約1.7兆円の財源を確保し、月に2万5千円の児童手当の加算やバウチャーの配布などで、幼児教育、保育の実質無償化を目指すとしている。加えて、子ども保険の導入をきっかけに、社会保険全体について横断的に議論する枠組みを設定し、医療介護の給付改革と子どものための財源確保を同時に進め、全世代型社会保障への移行。 また、省庁再編案として、現状では少子化対策は内閣府、保育園は厚労省、幼稚園は文科省と担当官庁が分かれているが、そうした政策を一元的に扱う子ども子育て省の創設。ありがとうございます。